はい、今ね、ゲストハウスが一緒の人と友達と来ました。ふみのり健坊。何県から？栃木ですね。OK! ゲストハウスの近くのレストラン、ローカルフードで食べます。文句言って、水に。取ってる。取ってる。なんか、この国って水が全部お湯なんですよ。お湯なんだよね。だから、なんか、ちょっとなんか湯気立ってんだよ。ちょっとね、ちょっとやだよ。湯気が立ってる。風呂の水かもしれない。マジ読めない。うん、英語じゃない。まさにローカルよ。まあ、ちょっとね、おすすめは聞こえる。 Yeah, yeah, yeah. From Japan. Yeah. Really good. Yeah. Yeah. Two. Yeah. Two. Oh, thank you. 哪里好南方？哪里好南方？カレー。匂いはね、カレーじゃないよね。ちょっと違うよね。ルー使ってないよみたいな。香辛料から作りましたみたいな。これご飯はね、やっぱ違うよね。コシヒカリじゃないから。全然まずくはない。あの、香港カレー、食べました。どうでしたか？どうでした？どうやった？でも量も多いしさ。カレー辛いしさ。残しました。普通に残してました。あんま言うねん。僕は、ね、食ったの。牛肉が美味しかった。牛肉が美味しかった。風俗街みたいな、この感じが。絶対そうだよね、これ。違う。美少女時代主郎。これ絶対そうだよね。昼間あったこんな看板。絶対そうよ。入っちゃう、入っちゃう。時代って書いてあるでしょ。いや、お金が高い。え、これ、あの人や。これなんかテレビかなんかで見たことあるぞ、この人。日本人で、日本人やろこれ。治安いいよね、うん、夜こんな歩けるって。11時になる。今何カ国行ったことあるんですか？これが5カ国目っす。やるね。乗り継ぎ合わせたら8ぐらい。やるね。やるね。最初は？最初フランスで。フランスで。次はアメリカ。アメリカ、いいね。次がエクアドル。エクアドル。エクアドル。次はタンザニア。タンザニア。名前しか聞いたことない。どうして？次香港。香港。あ。素晴らしい。僕は1カ国目ですから。そうなんだ。はい、マカオ含めたら2。マカオ含めたら2。いや、俺もこれが含めて含めて6だ。彼明日マカオ行くらしい。いやね、香港はね、楽しいです。本当に飽きないね。飽きない。まあ、あの、人が多い。人が多い。今年の1月に原宿行って人多いなって思った時がバカみたい。比べ物にならん。田舎者だからもサークル系。え、マジでセブンより広いし。もう5分歩けばセブン1個あるからね。もっとあると思う。ほらもうそこにだってさ、ほん、え、マジか。え、マジで絶対効率悪いでしょ。ペッパーくんとかじゃなくて。ペッパーくんかと思った。手動なんだよ。手動なんだよね。手動やないかいって。もう美の国ってめっちゃ怪しいやないかこれ。美のそのか。うわ、なんかめっちゃローカルだった。いや、これマジ絵になるわ。動画撮っとる俺からしたらもう。
いやなんかきつい、これはきつい今から。でそうそうそう、工事現場がさ竹ないよね全部、鉄じゃないよね足場が。ってもうよくそんなんだよ。あれ店が全部なんかごっつお腹にごっつくる。座れた方が、せめて座れた方がいい。ちょっと違うわ。何って感じだけど、あれあのスイカあったやん。ちょっとやわ、あれでも何に刺さってんだよ。あれもあったかそうやもん。困るわ。日本でもおなじみのダブルサンデー。おなじみなの？おなじみかわからん、名前は知っとるような気がする。まあ一緒か。これで 15.6 ドルか3ドルかな。うなりくんはね、明日マカオに行っちゃうので帰ってきません。お疲れ様です。フェイスブックで友達になったんで、またね、どっかで会えると思う。そうだね。じゃあで、最後にこれからの目標は、目標マカオです。マカオだそうです。彼の未来の目標のマカオです。マカオ以上、番外編、5番編でした。